販売をしています。今回の動画の内容も網羅していますので、ぜひコメントを見てくださいね。こんにちは、川ポンです。今日は2023年度入試の2月18日のポイントのご紹介をします。慶応の環境情報学部、早稲田の人間科学部、青山学院大学の2つの学部の入試があります。青山学院の法学部の青山キャンパスを除けば公開キャンパスが多めですね。入試が実施される大学も少なくなりますので、分散効果は薄くなります。青山学院大学ではこの日は全ての学科で共通テストが必須になります。ウーマンライツ学科は2022年度に新設された学科になります。法学部は各学科 A 方式と B 方式がありますが、入試科目は同じです。 A 方式は共通テストの国語の配点が高めになり、 B 方式では共通テストの英語の配点が高めになります。右に河合塾の個別学部入試の共通テストのポーターを記載しています。参考にしてください。地区社会共生学部は相模原キャンパスになります。ここだけが2023年度に早計上記 G マーチの中で入試日程の変更があったところになります。前年度は2月10日の実施でした。それでは倍率を見てみましょう。直近3年間の倍率になります。慶応大学の環境情報学部の倍率は下落傾向になります。志願者も徐々に減少しています。早稲田の人間科学部は3つの学科がありますが、7倍前後で安定しています。青山学院大学は2021年度に入試システムを変更しましたので、2021年に倍率は空落しています。2022年度はやや盛り返している印象ですね。開設初年度のウーマンライツ学科の倍率は 4.6 倍と 3.4 倍でした。一般的には開設初年度の学部学科は倍率が高めになる傾向があります。川ポンの予想としては2023年度は倍率は下がると読んでいます。ただ現在戦争などがあり、人権問題に対する注目度が上がっていることもありますので、人気が上がる可能性もあります。それでは今日は以上になります。ありがとうございました。